車を改造せずにはいられない重症患者の皆さん、こんにちは。改造車ジャーナリスト土井パフォーマンスです。今回はボンドショップ名古屋でカスタマイズさせていただいた車両を紹介したいと思います。紹介してくれるのは井村店長です。よろしくお願いします。お願いします。いいですか、早速行って。はい、今回紹介する車はこちらでございます。はい、新型7シリーズ、はい、しかもEV モデルの方の i7M70、はい、続いての BMW 新型の紹介ですけれども、ね、はい、これたまたまですね。これたまたまです。なんか意図したものがあったりとか、ないです。 BMW からお金もらってるとかないですよね。はい、むしろもらいたいぐらいです。もらいたいぐらいです。これいじる需要あるんですね。意外と、まあ、大阪店でも何台か出てましたね。ホイール履いたりとか、まあそれが i7 じゃなかったかもしれないけどね、うんうん、何台かやらせていただいて、まあ、今回は i7M70 で一番上のグレードは初めてですけど、先日のあの X7 もそうですけど、うん、この顔がもうガラッと変わったじゃないですか。ね、はい、これいじるとやっぱりめちゃくちゃかっこいいんですよね。そうこのノーマルの時のノーマルの時はね、インパクトの強さ、ね、うん、一説にはなんか中国マーケットを意識して、なんかそっちに受けるように、なんかその奇抜なというか、まあ、確かに BM といえばね、そうグリル大きくしたりとか、うんうん、なんかいろんなとこが光るようにしたりとか、うんうん、なんか僕の読んだ読め物ではアジアンラグジュアリーって書いてあるんですよ。ヨーロピアンとかアメリカじゃなくてアジアンのラグジュアリーっていうデザインにしたそうです。で今回紹介するこちらの車なんですけど、はい、なんと新車なんですよね。新車です。でしかも新車って言ってもうちの場合いろんなパターンあるじゃないですか。はいはいはい、もう全く何もしてない、うん、ナンバーついてないパターンもあれば、うん、お客様が新車で納車されて直後に来るパターンとか、はいはい、で今回は、お客様のところには渡っていません。じゃあナンバーはついている。ナンバーついてますけど、まあ、ちょっとフロント話します。納車の準備がまだ完了してない。ご自宅にその充電器も設置完了で初めて納車が完了みたいな、なるほど、話らしくて、まあ、車来てます、充電器設置されてませんみたいな。あ、そういう感じなんですか。 それで今その充電器をどこに設置するとか、まあ、200引くとか引かねえだとかっていう話をされてるみたいで、ディーラーさんで止まってると。なるほど。でその間にこう準備としてカスタマイズも一緒に今回させていただいたと、はい、だから最後 の磨きとかもまだなんですよね。そうだ、この前までこ の, あの白い、はいはい、養生がテープがバーって貼ってあったんで、それをちょっと剥がして今あの塗装してる状態なんで、だから塗装も一部こうモヤモヤってたしてたりしますけど、うん、まあ、これがまだ準備してないということ でご了承いただければ、はい、じゃあ早速見ていってもいいでしょうか。はい、はい、どうぞ。で今回その飯村さんから紹介ありましたように、はい、EV のトップレンジ70なんですけど、はいはい、あの今となってはエンジンの12がなくなってしまったので、はい、EV がトップレンジなんですよね。そう、一番高い、そう、一番馬力出てる、そう、それのさらに一番上のモデル、そう、お客様自身もオーダーしてる途中で M70 が出た。あ、そうなんですか。そう、あ、じゃあそっちに。あ、そういうことなんですね。 それで今回だからディーラーさんも初めての M70。 なるほど。で全国的にも M70 って出たばっかりだから新車オーダーされてる方が少ない車なんで、ベース車両としてもかなり珍しい。あ、そういう感じになります。なるほど、はい、でしかも今回、うん、これよく見るとツートンなんですよね。そう、上がメタリックの黒、なんて言えばいいんですか、黒なんですか、うん、よく見ると紺色っぽくも見えるんですけど、そう、ね、そうね、で下がこのグレーなんですけど、うん、奥にあの金色も見える。そう、この前の、あ、でも違うか、ちょっと違う、なんかでも方向性一緒の感じがします。一緒だよね、メタリックが強くて角度によってゴールドっぽく見えるグレーというツートンということで、はい、あのこれツートンにするだけで165万円だっけな、はいはい、ぐらいかかるらしいですよ、はいはいはい、でしかもこのツートンがいろんなバリエーションある。あ、そう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 、ね、あのコンフィグ見るともびっくりしますけど、うん、青と黒のツートンとかもあるんですよね、うん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 、だ今後だからめちゃくちゃなんかいろんな組み合わせが出てきそうな予感しますね、はいはい、そして前回りはいかつすぎません？もう純正で、そう、純正でね、もう本当ナンバーはねない方がかっこいい。やっぱりあの今回ナンバー外れてますけど、はい、どこでしたっけ、ここにドーンってもうあのお風呂の椅子ぐらいの大きなナンバーベースが、はい、ついてます。で今回ちょっと撮影の都合上外しちゃいましたけど、はい、やっぱりなしで完成されたデザインになってますね、うんうん、まあ、この辺今後なんか改善できるものとかね。ただカメラ関係がいろいろついてるんでちょっと難しいかなって感じします。ここにカメラがね、とディスクロニックみたいなレーダーがね。あと今後ペイントカスタムとかもあんまりするところないかなと。そうなのよ、
全部クロスでまとまって、このシャッターの中まで。そう、M70 なんでグリルとかも真っ黒。あ、なるほど、そういうことなんですね。他の i7 はメッキなんで。なんでここまで行くとあんまりこういったペイントカスタムも必要ないのかなと。で、光るところはここが光るんですよね。そう、枠が、縁が光ります。これだから点灯すると多分バックミラーとかで見たときにえげつないだなっていうこんな感じの前回りになってると、はい、でやっぱりこれだけ奇抜なデザインですから、はい、あのダイホイール難しいじゃないですか。難しいですね、なかなか。で今回飯村店長が選んだダイホイール、はい、こちらです。はい、やってまいりました。はい、はい、こちら、はい、MV フォージド PS35 です。何気に今までなかった気がするんですけど。そう、 PS35 自体が去年のセマで発表。あ、じゃあ一番新しいやつなんですね。そうそうそう。で、基本的にこのリングというか、はい、外側のこのこれがついてるやつはセンターディスクを立ち上げてアウターリムまで伸ばしてデュオブロックみたいな見せ方をするホイールで、ホームページもそういう風に作られているんですが、今回は奥に引っ込めてリム取ったっていうような仕様で作ってもらっているので、この見た目のホイールは残念ながらホームページには載ってない。なるほど、うん、状態の仕様になってます。これちょっと話が難しいんで整理し直すと、はい、本来だったらここがここまで来てる。そう、はい、そう、ディスクも出っ張ってここまで来てる。そうです。モデル名は違いますけど、うん、あの最近大阪で VL7072 とかその紹介させていただいた車なんかも MV のそういったモデル入ってますけど、うんうん、今回は逆にこのディスクを内側に引っ込めてリムを取っている。そう、アウターリップを取った仕様で作りました。これ MV 側としては想定してたんですか。いや、わからないけど初めてだったみたいで、まあまあそもそもシリーズが新しいモデルなんで多分そんなたくさん制作事例がないとは思うんですけど、特に何も言われなかったけどホイール単体の動画も撮ってくれてかなり新しい感じになったんじゃないかなと。なるほど、思います。というわけで本当に改めて見ると、うん、今までになかった組み合わせ、リムがあって新しいタイプのこのそうセンターディスクが入る、ディスクがついてると。で今までみたいにこうマルチスポークのこの部分があってさらにこの外側のリングもついてて。そうです、はい、でこれリムはこのカールリムなんですね。そうですね、基本的に J リップとかね、はいはい、っていうのは車種的にもちょっと違うし高級感やっぱりありますよね、カールリム。そうそう、というわけで今回こんな組み合わせになってくる、はい、だからこれ一回ディッシュブームになって、うん、シンプルなのが流行ってる感じするじゃないですか、うん、はい、そこからまたなんかこの削りの複雑さと組み合わせのこの芸術性にまた戻ってる感じするホイールですね、うんうん、そうね。なんでもう本当に昔のあの削りがえぐい頃のアメタンも少し感じるような、うん、すごい複雑なデザイン。そして MV といえばこのセンターキャップですね。はい、センターキャップです。4ピース、4ピース、はい、ということでこれよく見ると組み立てられてるタイプのセンターキャップ、うん、ということでこれも細かくオーダーできるんですよね。細かくオーダーできます、その色とか、はいはい、あと内側のこのプレートも今回カーボンで、ね、うん、はい、ロゴの入ってるタイプですけどこの中なんかも触れるということで、はい、もう自由度高すぎます。高すぎます。で今回はもう一番スタンダードといっていい組み合わせになってる。はい、はい、でデズラもバッチリですね。はい、バッチリです。で聞いたらこれからディーラーさんに戻ると。戻りますただそれはケースバイケースですよね。はい、はい、ディーラーさんがいいよって言えば、はい、あの車が登録前に出てきて、はい、まあ、戻すこともありますけど、はい、まあ、ディーラーさん販売店によってはダメだよっていう場合もあるんで、まあ、そっちの方が逆に多いんでしょうね。ご相談ということで、はいはい、で今回もう一つポイントなのは、はい、タイヤのチョイス。そうなんです、そうなんです。なんかアメリカだと24インチとか入れてるケースもあるんですよ、ね、そう、今回だから24も、まあ、候補には上がって、ただ24だと逆にもうペラペラになっちゃうんで、どちらかというと車高が上がった感じになっちゃう。本当は23がベストだけどフロントに太いホイールはやっぱ入らないので22にしたんですけど、もう今回のその7シリーズもそうだし223の S63 もそうだし、タイヤ外径が大きくなってみんな、うん、なんで22を入れても適正サイズ、適正サイズというかサイズ的には3530みたいな、本当は3025がいいじゃん僕らとしては ね、 そうですね。なんだけど3530になっちゃうんで、ちょっと普通に適正リムで適正サイズでタイヤを組んでいくとちょっとボテッと
少し厚みを感じるサイズ感になる。そう。なんで足元だけちょっと SUV みたいな感じになっちゃうんで、今回はまあ引っ張って寝かして、ショルダーを寝かしてちょっと外形を小さく見えるようなセットアップにしてあります。でしかもそれをやるのに、うん、これあのタイヤの仮履きも今回しましたあのボンドグループ各店動画撮りに僕ら回ってますけど、はい、タイヤの見え具合を確認するためにタイヤを仮組みするのは多分名古屋店だけど、とりあえず2本だけ組んでっつって寝具合はやっぱり組んでみないと分かんないですからね。そう、というわけで一回組んで、はいはい、確認しました。確認して最終的に決まったのがこちらの P0、はい、でしかもこれ ALP のそうなんですロゴが入ってるんですけど、はい、アルピナ指定認証承認タイヤ、はい、ということで、じゃあ性能だったりも、うん、もう申し分ないですね。そうだから本当にこのタイヤを使うのがベストだなと思って、確かに車的にも。なんであまりこう銘柄を変えたりとかっていうのはしたくなくって、で今回初めてのまあ組み合わせだったんでちょっと慎重にいろいろやりました。確かにもう EV だとやっぱりあの静かじゃないですか車が、うんうん、でパワーもこの車の70の場合だとなんか650馬力が出てるんですよね。出てると思う。だからあんまり中途半端なタイヤ履けないし、うん、うるさいタイヤも履けないということで、うん、その辺、まあ、今回もう漏れなくこれしかないんですよね。そうこのサイズはサイズ的に、うん、なんですけれども今回アルピナ承認タイヤっていうのはかなりベストな選択じゃなかったかと思います。そしてやっぱり少し引っ張った感じ。そうですというわけで、うん、絶妙なタイヤのサイズ選択になってると、はいはい、うん、であとは車高、はい、ベタベタっすね。ベタベタ、もうちょっと落としてもいいかな。あ気持ち的にはでも分かります、うん、この車絶対落とした方がいいですよね。そうそう、あの車高高い時と低い時の、うん、なんかもう印象全然違いますよね。そう、なんかこう BMW って昔薄っぺたい車だったと思う、うん、それこそ38とか、はい、最近ってなんかこうどん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 分厚くなってくる。だから余計にちょっと高めだとあの足元とボディがバランスがあんまりこう良くないんで、できるだけ分厚い車は下げたいな。でこれロアリングですか。これは ASC で、あ ASC 50ミリダウンです。スマホで上げ下げできる、はい、でなおかつその速度なんかによって元に戻したりも。そう一応その一番遅い距離時速っていうのかな、50キロ以上でだったら設定が可能。なるほど。だ20キロでノーマル車高とかできないんで、50キロ以上でノーマル車高なんで、まあ、大抵の方は多分120キロぐらいでとか110キロぐらいでノーマルに戻すっていうような設定、そうちゃんと元に戻るする方が多いとは思うんですけど、まあ、そういった機能も持ってる。なるほど。で後から車高の調整前後のバランスもできますし、うんうん、なおかつ街乗りこのぐらいベタベタでも走れちゃうと。はいというわけでこんな感じのセットアップになってる、はい、だからこう新型やっぱり難しいじゃないですか。タイヤ、見た目、難しい、はい、車高で、まあ、今回いろいろ試行錯誤を加えてこのスタイルが完成してる。そう、はい、こんな感じの足元で、はい、であと今回、うん、あのお客様納車前お客様触ってないんですよね。触ってないですけどいろいろ見たり触ったりしていいんですか。いいって言われてます、はい、そんなことあります、はい、というわけでいろいろ見ていきたいですけど、はい、本当に全部ペイントされてメッキのパーツないんですね。コーチラインみたいなこのラインが、ね、コーチライン入ってるんですよね。入っててで今回ここに本来 M エンブレムみたいな、はあ、結構台形のやつがあったんだけど、はい、それはもうスパンと取っちゃいました。これディーラーさんに、はい、怒られないんですか、ね、いや逆にディーラー戻って貼られちゃったら困るな。あなるほどなるほど、うん、ちょっと言ってなかったんだけど、はいはい、ここのエンブレムも実は変えてて。え違うんですか。違います。なんか i7 だけやっぱ i なんで、はい、この縁がブルーのエンブレム、はい、ポルシェで言ったらなんか緑色になるみたいなとかハイブリッドモデルだけ。そうトヨタで言ったらあのプリウスのブルーになる、あー青くなるみたいな。そうこの縁がブルーだったのをブルーを全部消し込むのにエンブレム前後変えて、はい、で後ろの i7 のエンブレムもブルーを消し込んで。あそうなんですか。ま電気自動車アピールを消してるとしたいと思うんですけど、そういった細かいところも触って、はい、そして先ほど出てきたこのコーチラインも、はい、あのロールスと一緒で、うん、あの上の色と別なんですよね。黒で引いてあるんですこれ。あ本当だ、はあ、ロールスとかも黒いコーチラインって確かにあの
上のそのツートンの黒に合わせてんじゃなくて、うん、別の色もできてるんですけど、ね、これも別の黒で、はいはい、別の黒だ。これだからロールスっぽくなったよねって結構言われてるみたいですね。あ、はい、というわけでこの辺なんかもこれめちゃくちゃかっこいいですね。かっこいいでしょ、はい、そしてポイントはあとドアノブ、はい、これになってるんですね、はい、手を入れるタイプ、はい、あの最近いろいろ空気抵抗とか考えられて、うんうんうん、しまうやつとかここ出てくるやつとかいろいろあるじゃないですか。僕これが正解だと思うんです。まあ、S みたいに出てくるタイプでもいいですけど、うん、引きづらいじゃないですかね、うん、引きづらい。かといってポルシェみたいに畳むタイプって、うん、すぐ閉まっちゃうじゃないですか、うん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 、で無理やり出してここ手垢つくじゃないですか、はい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 、これ正解ですよね、うん、確かに。ただこれザラザラやっぱりそうね、はい、ちょっとね。でしかもこの後見てみたいと思いますけどドア自動なんですよね。自動です。ポチッと押してなんと自動で閉まるということで、はい、内装もこの後見てみたいと思います、はい、そしてゆとりのスペースとあとこの辺が割と特徴的な、これも開けてね、うん、窓枠ついてこないんですもんね。窓枠ついてこないです、はい、こんな感じのボディになってると、はい、そしてリアも、はい、リアの方がリム取れてる感じ。取れてます。というわけで、はい、激負荷のリムになってると。そうです。でサイズは同じく22ですよね。22です。でリアは若干太い。そうですね、あの 11J です。リアただ寝具合は割と揃ってる感じですね。そうだからそこを見たかった。確かに車によってはフロントとリアで違くなっちゃうタイヤパターンもあるじゃないですか。そうできればそこは揃えたいですよね、うん、できればただ純正より細くなっちゃうとかもちろんそうない、うん、ありえないというか、うん、NG だし、うん、だからそこのせめぎ合い。そうで今回はうまいこと寝具合も揃ってて、はいはいはい、こんな感じのタイヤのセットアップになってると。そして後ろに回ってきまして、はい、後ろもさっき話出てましたけど、はい、エンブレムを変えて、はい、普通の外側が本当は色が入ってる。青いやつから i7 ではなく7シリーズのガソリン車モデルの、はいはい、エンブレムに変えてある。変えました。そして、はい、こっち、はい、これ何言ってるんかなと思ったらこの中そうこの中穴の中、はい、i の穴の中だけが青くていやまあでも分かります。そうで今回は最初エンブレム類を黒くしようみたいなことも案としてあって、はいはい、ただ、まあ、ボディ上黒じゃない、はい、で、まあ、真っ黒になっちゃうよね、はい、確かに。でホイールがこういう感じなんで、はい、まあえてメッキがいいかなと思ってて、で BMW の場合じゃあこの辺黒くしてもじゃあここどうすんのみたいな。確かにそうなんですよね。そうでここ触り出すと、うん、ちょっとねあのイメージがやってん中でそうそう全体的にこうスモークかけてもやってん中でそうそうそうよくあるのはこの青いそうそうそうここを黒くするパターンもあるそうそれもなんかやってん中でそうだ今回あえて触らないそうだから触りたくなくてでただこの中が青いじゃんってなってなるほどわずか1ミリぐらいどうしようみたいな、はい、1ミリ2ミリぐらいの幅ですけどそう、はい、でメッキに塗れないじゃん確かになんでこう下が黒なんで黒に塗ったなるほど、うん、というわけでリアも非常に細かいところですけど、はい、手が入ってる、はい、さあ続いて、はい、内装に関しては今回触ってないんですけれども、はい、あのいじくり倒していいいじくり倒していいそんなことありますいいっつってましたお客様は触ってないんですよね触ってないです、はいはい、というわけで了承を得てますんで、はいはい、クレームのコメントはどうぞお控えください多分これを見て勉強するんじゃないですか本当、はい、というわけで先ほど触れたドアは、はい開くのこそ開くのはこれ自動じゃないですよね開くのは中からボタンを押せばベーンって開くなるほどで閉まるのがこのスイッチを長押しして離すと閉まりますすげえ、はい、ウォールズじゃないですかそうなんですだセンサーがいろいろついてるねそうそうそうここにだからパークセンサーが横にいるんでその中からボタンをピッて押してブイって開けた時に見てるちゃんと横との距離感を見てるうんなるほど怖いけどそして内装すごいっすね内装がもうなんか大変なことなんだよねこれもうなんか世代がやっぱりもう全然違うからと全然違うで先ほど動かしてびっくりしましたけどもうドア開けっぱなしでスタートボタンを押すと勝手にドア閉まるそうあのブレーキを踏むことでビューってこうテスラみたいな感じでドアが閉まるのとあとなんかこのボタンが逆にドアを開けるボタンでそのモニターの中にもいっぱいあって全部のドア全部開けるみたいなへー一発でへーっていうことができたりとか全部閉めるっていうのができたりとかなるほどでこの70になるとあのトップレンジなんでスカイラウンジが標準になるんですよね、はい、キラキラの
サンルーフ。ああ、そういうこと。ですよ。はい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 。上ね。はい。というわけで一番豪華になる。はい。で各部もデジタルとラグジュアリーがすごいうまい具合に。すごいうまい具合に。融合してますよね。うん。で本当なんかメーカーで一番スムーズにラグジュアリーな感じと。確かに。ちょっとカーボンっぽいパネルになってね。でこれすごいのがリアもっとすごいんですよ、ね、リアがやばい、はい、リアちょっと見ちゃう。リアやばいですリアがやばいです、はい、というわけでリアも当然このオイーンって開くやつ、そんでこれ、はい、これがすごいんですよ。これあ、それがすごくないですか。なんか窓枠ないですよ。だって確かに確かに確かに、はい、そして鉱石、はいはい、これここから先はもう僕操作方法わかんないです。僕もわかんないですけど、とりあえずこのもうこのそこに基調ついてるんですか。iPhone ついてます。すげえ。 でここでいろいろシートだったり、そうスワイプするとえ普通にスマホじゃないですか。そうシートとかブラインド、ブラインドとかあとモニター、あこのとんでもなくあの横長のモニターが、えすげえでそれで持ってじゃじゃーん、これはやばい。これが前にあ、でオットマンも出てくるんですね。そう、勝手に出てくるの。すげえ。モニターなんと31インチらしいですよ。やばいよね。もう一人暮らしの家のテレビじゃないですか。でな、あのフル画面もできるの。へでもやっぱ横に伸びちゃう感じ。はい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 。へでこれがオットマンが出てきて、背もたれもビヨーって倒れて一番リラックスできる状態になりますっていう機能が。ついてます。これちょっと人気あるの分かりますね。もうなんかすごいよね、はい、これ見たら欲しいっていう人結構いるんじゃないかなっていう。で EV でめちゃくちゃ静かでめちゃくちゃ乗り心地いいわけじゃないですか。であと細かいとことかもすごいんですよ。このセンターのこのコンソールとかもポチッと押してこう あんまり今までなかったタイプじゃないですか。確かに。でその動作とかもしっかり重くて高級感めちゃくちゃあるんですよね。というわけでこんな感じのリアシートになってるみたいです。なってます。じゃあ最後になりますけども、はい、あの先月かな先々月かな大阪店で EQS ご紹介させていただいたりとか、はいはいはい、ついにあのボンドチャンネルでも EV のカスタマイズを紹介する感じになってきましたけれども、はい、あの世間ではなんか若干失速気味なんですか EV。 確かに世間世界的にメーカー的にただ今回この車見せてもらってすごい可能性を感じました、うん、まあ、BMW の電気はすごく優秀だと思います。あのバッテリーの持ちも含めて、まあ、それがロールスに移行しててスペクターもあの優秀だなと思ったし、だってカトログ時なんか600キロぐらい走るんですよね。そうなんかすごく、まあ、僕らが一番いつも不安に思うのは預かってる間バッテリーなくなったらどうしようみたいな、うん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 、冬場は特にやっぱりバッテリーの温度を高く保たなきゃいけないんで、どんどんもう止めてるだけで何もしてないのに減っていくみたいなイメージがあったけど、BMW の、まあ、全般的に良くなっていってるとは思うんですけど、 BMW の EV に関しては全然その辺は不安感がないなっていう。なんかエアコンガンガン使ってもなんか実走行で400キロ以上、まあ、なんか走るんじゃないかなと思う本当に。でなんか世の中的にはその失速みたいな話出てますけど、うん、計画がちょっと先延ばしになっただけで別に EV やめるわけではないんですよね。今後もこういった車多分おそらく増えてくると思うんで、はい、あのすごく可能性を感じたのと、あと7っていうのがこのホイールのレパートリー、うん、今回このメッシュのリップ取ったバージョンですけど、はい、これディッシュとか、うん、あとはなんか BMW になんかオマージュしたホイールとかやったらめちゃくちゃ面白いんじゃないかな、ね、いろんなパターンができるなと。でボディカラーも今回めちゃくちゃ選べるわけじゃないですか、うんうん、なんでぜひ気になる方は、はい、飯村店長ご相談いただくと面白い車ができるんじゃないかなと思います、はい、というわけでボンドチャンネルのチャンネル登録と各種 SNS のフォローもよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。